W 杯仕様の新ジャージーを身につけ、健闘を誓った。左から副島、小沢、永田、中村、平野、大黒田、松井、橋野、写真。と拡大7人制ラグビー W 杯、20から22日、米サンフランシスコの男女日本代表が8日、都内で発表された。16年リオ五輪4位の男子を率いる岩渕健介ヘッドコーチ、42、は、20年。東京五輪でメダル獲得への試金石となる史上初の8強入りを目標に掲げた。15人制の19年 W 杯に人材が流れ、リオ代表が酒井と副島の2人だけ。独占するが、指揮官は、現時点でのベストメンバー、と強調した。W 杯はトーナメント方式で行われ、24チームが出場。日本は初戦のウルグアイに勝てば8強入りをかけて、リオ五輪金メダルでシード国のフィジーと激突する。日本協会の岡村忠史会長、79、は、サッカーのロシア W 杯で16強入りし、他西のジャパンに対抗意識を燃やし、我々はぜひその上を行きたい。恥ずかしくない成績を残し、日本代表のインテグリティ、高潔さを世界に示してほしい、と話した。W 杯未勝利の女子もまた初の8強入りを掲げ、10位だったリオ五輪に続き主将を託された30歳の中村は、初戦のフランス戦は先手必勝で行く、と意気込んだ。最年少18歳の平野や、競技歴1年半で50メートル走6秒7の快速、大竹らを含め13人中4人が10代と大幅に若返った。中村主将は、全敗した前回13年のように、メダル取ります、とかこの状況で。言いたくないけど、最適な高さの壁を突破する力は持っている、と話した。